だいたいこの道で三十数年、やっております。この作品ですけれども欅の一本彫りです。でそれこそもう原木の大きさっていうのは1メートルで幅が50センチぐらい、厚さが50センチぐらいの木からこの年輪を一番表現をしたいもんですから、そこからこう木取りをして、作品名はノコギリガザミと言いまして、この辺で地方名ですとドーマンと言います。で一番見せたいとこがこの一本彫りですから全部一体です。で一つの木から彫り出します。でこの爪、このドーマンっていうのがこの爪が大きいガニだもんですから、ここにこの年輪の一番美しいとこが出るように掘り出してあります。で見せ場っていうのはやっぱりこの足の下をこう抜くとこ、これとか爪のここの間を最後にこう切り離すように掘り出すんですけども、関節のある作品っていうのはこういう関節のつながりのとこが一番折れやすいもんですから、うん、一番気を使うとこです、うん、で大体一つ見せたい作品があります。これは材料はニレの神代と言いまして、1500年から2000年土の中に埋もれている埋もれ木です。それでこの年輪が素晴らしいもんですから、この度発表するについて新しい技法でこの年輪を浮かばせるために、昔からあります技法ですけれども、うずくりという方法で木をこうブラシのようなものでこすってやってから、鱗を一枚一枚こう掘り出すと年輪がこう浮き上がって見えるっていう新しく考えた技法で掘っています。そうするとこのように年輪が浮き上がって、ヒラメ自体が動きが加わったように見えます。